お風呂の長さの普通を教えて。ね、お風呂の中みたいなね、エフェクターがかかりましたけども、生徒のみんなが普段どれくらいの長さでお風呂に入っているのか、ね、教えてもらいたいと思います。ラジオネーム満腹 JK、いつもはシャワーだけで済ませて10分くらいで上がるんですが、10分、お風呂に浸かるときは2時間とか入っています。いやー、そっか、振り幅広いね。続いて、お風呂の長さは10分ぐらいです。げえな、マジで。僕は大分出身なんで熱いお湯が好きです。なので風呂を熱くしています。だから長風呂ができません。あー、なるほどね。続いて、私の入浴時間は30分ぐらいです。スマホを持って入って一人でいつも熱唱してます。お風呂って響くからなのか、自分の歌声がめちゃくちゃ上手に聞こえるんですよ。なるほど、お風呂ね。お風呂歌いたくなるよな。めっちゃわかる。あのね、バケツとかをね、頭にかぶって、あの歌を歌うと上手くなるらしい。でも30分か。30分ね、俺頑張って30分だったんだよな。ラジオネーム青いドッグ、神奈川県20歳の女の子。石原先生こんばんは。こんばんは。私のお風呂の長さは1時間ぐらいです。5人家族で早く出ないと怒られるので、なるはやで頑張ってます。俺だけ頑張って30分なの。ね、みんなのメッセージをまとめると、スーのお風呂の長さは、まあ、頑張れば10分ぐらいで上がれると。俺もじゃあ10分頑張ってみるわ。その10分で入れたって時は言う。10分で入れたよ。サウシーラックス、サウシードッグ。